こんにちは。まずは問題の内容確認から行っていきます。89の倍数と113の倍数を89、113、178、220、こういう感じですね。このように小さい順に並べていきます。この時、この数列の中の50番目の数は何ですかっていう問題です。問題を解く人は一旦ここで動画を止めて考えてみてください。では問題の解説をしていきますけれども、89と113ですね。この2つの数の関係、互いに素と言いまして、お互いに1以外の公約数を持たないような数です。最小公倍数を考えたら、89×113 が最小公倍数になります。で、89の倍数と113の倍数っていうのを順番に並べていくと、89、178、ずーっといって 89×113、113の倍数も同じように変えていくと、113、226、で、89×113。これが最小公倍数になるわけですよね。じゃあ、ここまでに何個の数が並ぶかっていうと、89の113倍、113の89倍っていうことで、89+113、202個ですね。まあ、ここダブってるから実質201個なんですけれども、求めたいのって50番目の数ですよね。っていうことは、201個って50の、まあ、約4倍ですね。まあ、4倍足す1なんで、っていうことは 89×113、大体の数でいいんですけれども、89×113 の4分の1ぐらい。まあ、89、4で割ったら22余り1なんで、大体113の22倍ぐらいですね。これぐらいのところで50番目の数が出てくるんだろうなっていうふうに考えて、じゃあここまで書いて、あとプラスいくらしてやればいいか、もしくは低いいくらですね。こういうような計算してもらって、パパッと手を動かしてしまえば、まあ答えが出てきます。大体これぐらいの数だなって絞るのは大事なんですけれども、答え実際そういう形で書いてもらって、もう早速もう答え出してしまうっていうのはこの問題大事なんです。まあ、それだけでは大切にならないんで、じゃあ実際にね、この問題をどういうふうに考えていくかっていうのをやっていきますね。さあ、そこで89と113。これが約何対何かなっていうのを考えていこうかなと思います。89と113の差、24なんですけれども、24の何倍って考えるよりは、89ですね。だいたい23の4倍。これ92ですが、これより3小さい数っていうふうに考えることができますよね。113。じゃあ同じように23使って表すと、23の5倍で115ですね。115-2ですし、92-3だから、だいたいこの結果から4対5ぐらいかなっていうふうな感じで出てきます。それ以外に89っていうのは、89自体はそれぞれ素数なんでね、掛け算では表せないですけども、88、1ちっちゃいから、ここでね、3大きい数を見てますから、別に1ちっちゃい数ぐらい見ても問題ないんですよね。88と見てもらって、8×11。8が11個分ですよっていうふうに言います。そうすると113っていうのは、8がいくつ分かっていうふうに考えると、14ぐらいですか。14で112になるから、まあ、112より1大きい数。っていうことは、だいたい11対14ぐらい。こういうふうに見ることができますし、まあ、89を 8×11 って見ましたけど、11が8個分っていうふうに見てやったら、113は、11が、10個分ですね。11が8個分より1大きい。もしくは11が10個分より3大きい。だいたい8対10で4対5です。大体、まあ、これ4対5、4対5揃ってますけれども、4対5と11対14、どっちの方が使いやすいかっていうと、50番目の数を見るんですね。50番目の数を見るんだったら、50をきれいに比例配分しやすい数。11対14ですね。大体11対14ぐらいかな。これ使ってやると簡単に出てきそうな気がしますね。実際書いてみますね。さあ、89の倍数なんですけれども、89、178、こういう風にずーっと続いていってある数まで、同じように113の倍数ですね。113、226、ずーっと続いて同じ数。大体同じぐらいの大きさです。もちろん全く同じわけじゃないですね。当然ずれてるんですけれども、で、数の大きさ自体が11対14です。っていうことは、ここまで同じ数だと考えてやれば、個数は14対11の個数になるはずですね。合わせてそれが50個になるわけです。
50個になるためには片一方が22個、28個。11の方が28個。14の方が22個ですね。もうちょっと詳しく言うと、89の倍数の28番目。つまりここに入るのは 89×28 ですね。で、こっちに入るのは 113の22。それぐらいの数が入ります。じゃあ実際ここまで計算してみると、89の28倍。これ計算すると、90倍すると2520。28引いて2492ですね。同じようにこれ 113×22。113×22 すると226の226だから2486。まあ6差の大きさですね。かなり近い数になりましたね。で、ここが2492で、2486。この数まで合わせて、2つ合わせて50個ですよね。じゃあ50番目の数。もちろん大きい方の数が後ろですね。こっちが50番目で、こっちが49番目になります。だから50番目の数は2492と。こういう風に出すことができますね。こういう風な問題は、こう解きなさいっていう方法がね、厳密に決まってるわけじゃないです。最初にやったように、だいたいどれぐらいかなっていう数を調べてもらって、割り算して。まあ、早ければね、計算を2つ3つすれば答え出せる人もいると思います。とにかく手を動かしてみること。整数の問題できちっと解き方、まあ、見たことあるような問題でなければ、まずはどういう感じかなって実験してみることって非常に大事なことだと思います。知らないからわからないって諦めるんじゃなくて、まずは手を動かすこと、それが一番大事なことになってくると思いますね。はい、今回は以上です。よろしければコメント、高評価お願いいたします。